皆様、こんにちは。溝上新一の教育論動画チャンネルナン、no. バー187。本日は、昨日配信いたしました、米田秀嗣先生とのインタビューの後に、私と議論した内容を編集してお届けするものでございます。認知心理学者がアプローチする読者が育む他者理解と題するお話でございます。 これが昨日配信した本編ですね。説明欄に URL 貼っておきますので、まだご覧になってない方はそれをご覧になって、この議論をお聞きください。議論の内容、あの2点ですね、ご紹介いたします。あの一つはあの、今回、米田先生のお話のテーマは読書なんですけれども、まあ、読書からこう発展したです、ね、演劇のお話がありました。で読書と違ってあの演劇というのは、まあ、実際の他者とのね、いろいろあの役割的な社会的相互作えを複雑に 読書っていうね、こう、一人の中でこう、まあ、あの、いろいろ他者を感じていくっていう話と、こう、実際の他者とのやりとりね、ある中での、この違いですね。そのあたり、あの、改めてお考えを聞かせていただきたいと、お願いをいたしました。えー、それから、あの、えー、米田先生の話ずっと聞いてたらですね、あの、私、あの、アクティブラーニングとか、学習場面で他者との議論って結構、こう、まあ、解いているわけですけれども、あの、そこでの、こう、 他者とのこうやり取り共感というのはとても認知的なんだなというふうに、えー、感じました。でそれを、えー、まあこのコメ先生ねこの共感とかのご専門の、えー、方ですので、えー、ちょっともう少しご説明いただこうかと思って、えー、お願いをいたしました。はいそれではあの議論の様子ですねご覧ください。文学フィクション を読んだ時にのみ感情を含んだ、ここの理論家では先生向上っていう時の、この文学っていうのと、先生がずっとおっしゃってきた小説っていうのの、違いって何なんでしょうね。はいはい、あそうです。文学だけちょっと混乱したんでねあ。申し訳ありません。文学っていうと、例えばあの古典文学ですね。ずっとあのあ<ー>読まれてるシェイクスピアであったり、あの、い、まあ、わゆる日本だったら文豪が書いたのが文学。うんうん、で、小説っていうと、あの、現代小説も含んでいます。だからあ<ー>広い、あの、フィクション、 登場人物がいて、その出来事が起こるのか小説で、その中でも特に時代を超えて読み継がれているのが文学です。あの、演劇とか劇曲とか、その、まあ、なんでしょう、内容だけではなくて、その体験とおっしゃいましたよね。はい。で、その体験ってなったら、演劇とか特にあの、えっ、ー、と、役割を持った複数の他者、 っていうのが、えっといて、単に内容だけの共感っていうの、はい、以上の場があると思うんですね、はいこ。こことの関係をちょっと教えてほしいっていうのと、あつまり、はい、あのそもそも演劇の体験ってなったらもう他者がいっぱいいるじゃないですか。はい、で、一緒に演劇やるわけだから、あの内容以外の要因っていうのが結構入り込みますよね。はい、そ,そこについてはどうなのかっていうことと、はい、あともう一つはね、えっとあちょっとまずここ聞きましょうか。これは多分あの 何でしょう状況によって、まあ、先ほどですね、うん、定期発達症候群のところで、あの状況によってあの対応が変わることは、あのエースの方から見たらあの一貫性がないと言いますけど、世の中って基本的に相手であったり、その状況によってあの行動を変えることがほとんどだと思うんですね。そ,うんはい、その時にシナリオの中で、複数の人の視点を同時に追跡するっていうのは、とてもあの現実場面と近いことだと思います。で、実際、その小説っていうのは、こちらから読む けど、相手から、あの、フィードバックはないですよね。で、演劇っていうのは、こちらの反応だったり、表情だったり、発言っていうのが相手に影響して戻ってきます。そういった時に、あの、一人一対一じゃなくて、複数の人から、こちらの反応に対して、 あの、何らかの反応が返ってくるっていうのは、それぞれの視点に立つのが、本当に瞬間瞬間的に求められるということで、そのリアルタイム性も高いということが考えられますので、実際の小説よりはるかにダイナミックな体験をして、あの、社会的な能力が向上するのではないかなと考えています。めちゃくちゃダイナミックですよね。す, <laughs> <laughs> すごく疲れてしまうかもしれないですね。先生。刻一と変わっているということですか。その最後の質問は、はい。 あの、私ね、アクティブラーニングとかやってるんでね、はい、あの、ペアワークとかグループワークとかで、他者とね、えっ、ー、と、やっぱりご学習した内容について、まあ、どう思うとかどう考えたをちょっとお互い出し合ってね、まあ、ズレが、はい、 えっと、必ず生じるので、あの、ずれなかったら、いや、私もそう思ったんだよねっていう感じの共感っていうのがあるし、はい、ずれたら、いや、わかるんだけれども、えっ、ー、と、でもこういうことっていうのもあるんじゃないですかとかね、ずれを通して、こう、はい、認知がこう、いろいろ工事に入っていくっていう、そういうことを、えっ、ー、と、結構解いてるんですね。はい。で、えっ、ー、と、 今先生必ずなんかこう、例えば小説とか、演劇とか、ちょっと内容をこう、焦点化した、あの、ご研究というか話がずっとあったんだけれども、えっと、今私が言った、あの、ペアワーク、グループワークっていうところでのこう、議論っていうのは、あまり内容関係ないですね。あの、小説でもいいし、評論でもいいし、もっと日常の世間話でもいいし、そういう時のね、その、いや、そうだよねっていうのとかね、あの、はい、あの いや、それはわかるんだけど、まあ、ここにも共感入ってるような気をするんだけど、はい、とても認知的で、えー、先生がこう、ちょっと今日おっしゃってきた感情みたいなのは、どちらかと,とちょっと低くて、とても認知的な共感。はい、うん。で、えっ、ー、と、そういう、こうなんか学校の場面で、えっ、ー、と、一般的に行われているペアワーク、グループワークっていうのは、とてもなんか認知的なんだなとかね、私ちょっと、はい 感じながらら最後へんん聞いてたんでですすけど、はい、そうですねあの基本的に学習場面を考えると、まあ、認知的な共感は必要で、その相手と気持ちを共有というよりも、その相手がどう,、うん、どうしてその気持ちになったかを考えて発表したり、そうそう考えてとそうそういうことですね、理解するということです。はい、なんか私はおそらく相互作用してると思って、その感情的な共感ができると、あの認知的な共感にもいい影響を及ぼして、うん、その相手のことが分かると、まあ嬉しくなると、うん、認知的な共感から感情的な共感にもうまくフィードバックして、まあ、多分あの <laughs> アクティブラーニングの大河の先生というのはすごくおかましいんですけど、成功したアクティブラーニングっていうのは、その認知的な共感と感情的な共感が両方が高まる、非常にバランスがいい状態ああ<も>いや、そうだと思います。はい、でも、どちらかって言ったらね、やっぱりね、感情的に共感っていうのを見せられなかったら、盛り上がらないですよ。ああ,すああ、そうですね。あそうですね。はい、うん。すごいしかめっつらして分かるよみたいなこと言われたら、バカ野郎とかね、<laughs> <laughs> 思うじゃないですか <laughs>。冷たい感じになりそうです、ね。そう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 、冷たい感じになる、はい、共感の研究。 という大きな分野の中では、はい、こういう感情とか認知とかって、まあ、それはありますよね。え心の理論の,あの研究がすごく多くて、あれはもう本当に認知的な共感の研究とほぼあの重なる。ああ、そっかそっか。うん、あれはもうとても認知的ですよね。はい。はい あその感情の共感はちょっとまた別の文脈で、あの情動制御だったりあの、怒りをどうやって抑えるかだったり、感情のマネジメント、アンガーマネジメントの研究であのされています、あとどのようにあの表情の表示規則を、例えば名古屋大学の溝川先生なんかはあの、表情表出ルールの,あの研究なんかをされていて、それがどの,発達のどのタイミングで発達するかという認知の共感と感情の共感はわりと別の文脈で検討されてきたと思います。